あれ？こんにちは。上ちょっと喉が。こんにちは。ちょっと急にね、お昼から配信になしてすいません。ちょっとそう、ちょっとスケジュール的に、そう、先にお昼にやっておこうと思ったので、お昼配信です。こんにちは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんにちは。はい、今日は丸取りアップさんに出演させていただきました。生放送ドヒャー。なんかもうね、 NGT として活動を始めて結構な時間が経ってますけど、なかなかこういう形でテレビで番組を見ながら生放送でコメントしていくっていうのはあんまり経験がなくて、まあ、てかほぼ初めてなので、ドキドキではありましたね。でもやっぱこう周りのね、アナウンサーさんだったりとか、まあ、でちかぼんさんもいたりとか、もうベテランのプロがね、プロにもおんぶに抱っこで昨日もそうだったけど、はい、いやもうすごかったですね。めちゃめちゃ勉強にもなったし。そう、ちゃんとやれてよかったです。一安心、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。そう、今日はね、メンバーの大抵のメンバーがスパーク行ってて、まあなので今回こういう風にね、で出させてもらえて、そう嬉しかったです。いやー、わかる。普通にさ、 V もさ、 VTR もさ、面白くてさ、ブルーベリーも食べたかったし、次はズドン、ズドンか、そう、頭にドンと書いてズドンで、マグロ丼とか、あとあれか、ボイラーの話と、あととんかつね、とんかつも美味しそうだったな。全部食べたくなってお腹空いてしまいました。ちょうどね、私ちょっと朝ごはんも食べてなかったんで。うん、そう、やっぱね、慣れてない、あんまりこうテレビはそんなに出てきてないので、私が加入してからも、なのですごい勉強にもなったし、決まった尺の中でピッチリ収めるためにコメントもね、そうギュギュッと絞ったりとかしなきゃいけないから、いろいろ、うん、でもとりあえずお疲れ様でした。見てくれてありがとうございました。頭に低気圧の電波が来た。低気圧の予感がする。嫌だ。うわー、
水ちょっと飲ませて。どうしても喉がねちょっと張り付いちゃって。そういえば今もらってきたんだ今日。みんな見てた？丸取り。私関係ないんですけど。じゃーん、スイカー。なんだっけな、北区あ、これだ。南浜かな。南浜のスイカ。私が出る前に、そう、中継してたとこのスイカをよかったらどうぞって帰りにもいただいたんです。あ、バブルありがとうございます。だから食べるよ、お腹空いてっからね。あ、そうそう、ガチューンの中丸さんが出てて、さすがに私でも存じ上げてたから、もちろん。なんかさ、あんまりそういうジャニーズさんがさ、地元のローカルのテレビ出てるイメージがマジでなくて、マネージャーさんと一緒に、え、すごいってなってましたね。いや、でもみんなも同じこと思ったと思うんですけど、そう、多分そう、その時のスイカですね。そうなんですよ、控え室でずっと見てて、普通に、なんかその前の番組から、新潟県新潟市から中継でお届けしますみたいな出会ってて、旅サラダでね、新潟なんだとか思ってたら、その一発目の中継で、そう、なんかこの後いらっしゃいますみたいな、珍しいと思いながら、普通にお茶の間みたいなことしてた。待ってね、どうしようかな、種を取りたい。ってか絶対美味しいんだが、イメージないっすよね。よいしょ、よっこいしょ。わっ、ハートありがとうございます。ん、南浜は砂地だから甘く育つ。あ、そうなんだ。よし、ちょっと食べてみよう。もしかしたら本当は冷やした方が美味しいかもしれないけど、いや全然普通に取れたてのスイカでしょうね、これ。よっちゃ嬉しい、いただきます。ちょっとまずは普通に、うん、え、甘っ、てか汁、え、めっちゃ甘いんだが、なんかちょっと今までにない感じのスイカな気がする。え、おいちい。
種の撤去作業です。おいしい。え、普通においしいが最高だが。暑かったね。朝雨降ってたのにさ、帰ってくる頃にはちょっと止んでてさ。うん。あ、むせちゃった。うまっ。え、おいしい。あ、視聴お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっとそう、さっき一通り話しちゃったから。今来てくれた方にもね、改めて。いやー、そう、楽しかったよ。優しかった、みんな。みんなっていうか皆様が本当に。だからすごい助かりました。不慣れな私をね、助けていただいて。え、ちょっと塩かけてみよう。いやー、とんかつ食べたいなー。ちょっと最後に見たのがとんかつだからさ、とんかつ食べたいですねみたいな話もしたりして。うまっ。うん、種噛んじゃった。新潟ってさ、ほんと食文化がすごいよね。いやー、ズドンもほんと気になる。長岡じゃない、村上なんだけど、日向さんとかに聞いたらさ、あー、あそこねって言うかな、教えてくれるかな。結構地元ではもうめちゃめちゃ有名らしいとお聞きしたけど、話によると。ね、地元でそんな有名だったら知ってそうだよね。なんか今ね、汁こぼしそうで怖いんよ。スプーンにシフトチェンジしよう。よいしょ。よっ。うわっ。ほっ。ちょっと余って、あいで。いった。うわ、刺さった。刺さった。いててててて。痛いっす。痛いよ。よいしょ。スイカはね、もらってきたのはね、一切れ分ですよ。全然遠慮させてもらって。うん、うまっ。え、全然もう本当に普通に私スイカ好きなんよね。そもそも大豆、いや、甘い。マジでマジで甘い。めっちゃ声出た。え、本当に甘い。やばい、本当に甘い。あ、そう、ホテルオークラの上のね、ビアガーデンもちょっと気になりますよね。120分食べ飲み放題だってよ。全然ノンアルもあるし、日本酒とかワインカクテルとかもあるっつって。めっちゃ普通に行きたいんだけど。
愛のスイカ塩かける派なんですよね。天気がいい日がいいね、本当はね。あとありがとう。うん、いい梨。いやそう、まあ普段からね NGT お世話になってて、丸のりアップさん毎週毎週各週、今月が多いだけか、普段各週でお邪魔させていただいてて、でも結構昔からそれ始まったんだけど、なかなか機会がなくて、そう、でも今回ね初めて呼んでいただけてすごい嬉しかったし、またね呼んでいただけるように頑張りたいなと思いましたね。そう、まだもうちょっと成長した姿をお見せできるように。どうだった？緊張してるの伝わった？でもすごい歌唱力のこととかも知ってくださってて、それこそチカポンさんとか、そう見てますみたいな、めっちゃ嬉しかった。なんかちゃんとその NGT のことをね知ってくださってて、愛を感じましたね。本当にありがたい、本当に嬉しいね。あータレが飛んでったよ。てかスイカうま、え待って、本当に美味しいし、デザートなんかスイカってさ野菜やん、でもなんかスイーツみたい、結構ガチで。これは普通にあの俺丸鳥さん関係なく今ただ夏っぽいからスイカを食べてるだけなんですけど、たまたまいただいたからね、でちょっと帰ってきてお腹空いちゃったから食べてるだけなんですけど、食レポもね配信してるからにはね。え美味しい、南浜のスイカね。そっか、やっぱ食文化がねいいっすね新潟。すいません。いやズドンがもし NGT のあの NGT だけの仕事だったらサドーンみたいだねって言いたくなったよね。多分みんなも同じこと思ったと思うんだけど、ちょっとスイカのね汁がね、いやあのねマジちょっと見せるわ、ほら見て、見える、ちょっと見えないかも、すごいね果汁がやばいの、もう耐えちゃった、み南浜は七五三と同じイントネーション、七五三七五三み南七五三、え七五三南浜ってこと、南浜ってこと、南浜ってこと。いや合ってるこれ。南浜なんだ、へえ。南浜スイカってこと、へえ。一つ賢くなったわ。そう新潟来てねもう何年も経つけど、地理は相変わらず詳しくないからな。まあ他のメンバーと比べたらマシだと思いますけど、地理は別に私そんな苦手じゃないんだけど、とはいえと
とはいえなんか新潟市のどこの区切りで区が分かれてるとか私全く分からんな。もうずっと中央区だからな。そう、市をまたいじゃうとなんかそれぞれお世話になってるお仕事だったりとかあるから、なんとなく新潟市のこっち側がどこでこっち側がああでっていうのは分かるんだけど、村上行きたいな。ズドンも食べたいし、全然気になるし、次は次行くなら行きたいもんね。普通にズドンだけじゃなくて海鮮が、そりゃ村上海鮮美味しいでしょうっていうね。え、てかスイカうまいよ本当に。村上市はねプライベートで行ったことあるよ。あの前もお茶のイベントの時に話したんだけど、カホと昔突発で旅行行ったことがあって、その日帰りのね、でなんだっけ、あのうよぼや会館だっけとか行ったことあるし、駅前のお店で海鮮丼食べたりもしたんですけど、まあ美味しかったね。その日は電車で行ったんだけどね、ちょっと小旅行だね。全然あり。種も柔らか間違えて食べちゃいそう。そう、昔夢よなみゆと一緒にみゆパパの車乗せてもらって笹川流れ確かに行ったことあるわ。生写真の撮影があれ何の帰りだっけ、関川村の帰りかな。そう行ったことありますね。それでゆかさんの卒業のお祝いメッセージみたいなの載せたわ、載せたっていうか撮ったわ。セカオのね聖地なんで。それが初めて私笹川流れ行った時だったな。あの山の下港タワーだっけは何度も行ったことあるんだけど、何度も行ったことがないか、 2,3 回あるんだけど、いや 2,3 回ではないわ、3回は最低でもあるわ。新潟にはいろんなところに聖地があってとってもいいですね。
まあでも新潟駅かなり変わっちゃったからさ、ちょっと昔と違うかもね。新潟駅だってなんか色んな多分 MV とか出てるよね。新潟駅出てないかな、全然違うからね今マジで。あのお店の中身も変わったし、駅中ね、そもそもの形もだからしゃがらの通りがなくなったし、あとそのもともと南口にはローソンがあって、駅は駅じゃない、バンダイ口の方は改札があったところはあそこがボカーンって開いて下が通れるようになったんですよ。だから今ね、そう1階部分を歩いて通ることができます。まあ、とはいえそんなになんかあんまりこう近くなった感はないんですけど、階段がないだけでねだいぶ楽ではありますよね。いやってかめっちゃスイカの密度高いし美味しい。あ、そう、3コインズできたし、新潟が最後らしいぞ。3コインズできたの最後の47都道府県で。うん、あとやっぱいろいろ移動してね、なくなっちゃったものもあるけど、安田ヨーグルトの直売所は、直売所ではないか、あれショップはまだありますよ。あそこ辺は変わってないんだ。そう、あの辺はあの変わってないわけではないか、なくなっちゃったお店ももちろんあるけど、種が不二家とかがね、あ、もういいや、食べちゃおう。ビドフランスはもともと新潟駅ってビドフランスが3つぐらいあったんですけど、3つあったうちの2つあったのか、2つあったうちの2つが潰れて、潰れてっていうかなくなって、スタバの隣のパン屋さんってか、いや、まずバンダイ口の改札閉じると同時に、同時ではないか、あの辺の撤去のためにまずバンダイ口のビドフランスがなくなります。でそれと同じくらいかな、スタバの隣のパン屋さんのとこがビドフランスになります。でシャガラの通り、松木尾とかあった通りのビドフランスが行けなくなります。代わりに松木尾の方のところの、松木尾ができる前にもできてたんだけど、あそこにもビドフランスがあるんで今もう2つあります。2つあって、2つあったんですけど2つなくなって2つできてますね。
私がカレー食べたお店は旅バーさんでしょ。あそこね、移転しちゃうんだよね。しちゃったんよね。スズベルと確か一緒になったはず。ちょっと私もまだ行けてないんだけど。南口のホテル側、どっち側だあれ、西口のスズベルっていうお店のとこになったはず。あ、そうそう、ポンシカの方。いや、わかる。ビドフランスのさ、塩バターロールマジうまいよね。あれ大好き。種が、種と格闘してる。てかまだある。え、たっぷりやん。果食部が素晴らしい、満足。普通にちょっとご飯も食べたくてね。まあバンダイもね、いっぱい変わったもんね。私が加入した時とはマジでいろんなものが変わった。新潟周辺はスタバもできたしね。バンダイ口の目の前の方に。あそこももう見慣れたけど、あそこはそう、ドラッグストアができてね、急に。あの辺はもうビル建てる工事の時から見てるから、すげえなーって。そりゃ5年も経てばいろいろ変わるか。だって渋谷だってもう完成するんでしょ。あ、でもまた再開発みたいなのなんだっけ。スイカ惜しい。そう、バンダイのステージもさ変わっちゃったからさ、昨日久しぶりに立ったけど、でもそのお披露目の時とは大きさも場所も角度も違うから。ちょっと寂しくはあるよね。そう、ちっちゃいんよ。
え、なんかもう私夕方の5時ぐらいのつもりで今スイカ食べてんだけどさ、昼の12時37分だ。え、幸せかよ。寝そう、普通にお昼寝しちゃいたい。しそう。え、スイカめっちゃ美味しい。普通におすすめする、みんなにも。七五三南浜スイカ。え、ちょっといいものいただいちゃったわ。でこの一切れだけどいただいたんですけど、ラップにくるんでいただいて、ジューシーだし。ごちそうさまでした。そう、朝早いからね、その分。でもちょっと早く寝ないとまたスケジュールパン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 侍になるから。体調に気をつけて。マルノリアップさんの公式インスタグラムの方にいろいろ載ったりするので、よかったらご覧ください。フォローしてください。あと今日は3時半ぐらいだっけ。書いてある。配信で見れるの？ま？ありで。え、ほんとだ。ニコ生してる。あれ、コメント。かわいい。あ、タテが。ごめん。いいね。大丈夫そう、よかったね。あ、ね、
サマステ、普通にツイッター見たらサマステのメンバーも発表してて、まあ、私前日歌唱力だからないなとは思ってたんですけど、そっちもね、いろいろフェスがね、今年は、今年はというか今夏いっぱいありますから、ということでちょっとおにぎりを買ったんです。なんで、まあ、ちょっともぐもぐ配信はあんまり得意じゃないっていうのもあって、まあ、ちょっとスイカ食べてましたけど、まあ、とりあえずね、丸鶏さんありがとうございました。本当にマジでいい経験になった、なんか経験値がアップした、レベルが上がった気がするはいね、ぜひインスタとかご覧ください。で、今日はもうちょっとこれで配信は終わりにしてスケジュールに備えようかなって思ってますスケジュール到来に備えようと思いますので、はい、皆さんありがとうございました。じゃあ言わせたことあるかな、はい、ということでギフトもありがとう、誕生日見ます。13位音速の貴公子さん、12位あずきさん、11位ビールバラさん、10位むっちゃんさん、9位突破球さん、8位ふさくさん、7位陽一くんさん、6位ひよりげたさん、5位ベロさん、4位東吾さん、3位埼玉高校屋さん、2位ケンジさん、1位ヨッタさん、ありがとうございます。ありがとう よし、では皆さんまた明日お会いしましょう。明日か、配信ちょっといつにするかちょっと悩んでます。それでは皆さん今日も一日、もしかしたら、あ、ごめんね、もしかしたら朝かもしれないし、昼かもしれないし、夜中かもしれない、よろしくお願いします。それでは皆さん今日も一日、お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。